こんにちは、トブです。今日のテーマは BGA でクルセイダーズの拡張、ディバインインフルエンスについてお届けします。 それではですね、今日はクルセイダーズの拡張ということで、ディバインインフルエンスについてお届けしていきたいと思うんですが、とあの前回の動画で説明した通りですね、こっちの拡張の方が、まあ、明らかに面白いよということを散々言ってましたので、今回その紹介と。BGG の方もそれだけ基本に比べると評価が高くなっておると。基本の方は拡張7.9ですけども、基本は7.5だと。 いうことで、0.4上がっとるということになっております。ゲームの方、早速行きますけども、こちらが拡張の画面と。何が基本と違うんだと。違いはですね、個人ボード見ていただくと、このように、まあ、ウェッジと建物のボード、ここの左半分が基本ですけども、右側、これが拡張として増えた。上の軍隊はレベル これが5までだったのが6、7が増えたよというのがあるのと、建物、今まであった4種類に加えて別の4種類が増えている。と。増えた建物についてはですね、左と右というのは対応していることになっていて、まあ、上からこれ砦出なんですけど、城を建てたところに砦出を建てられるという感じになっていると。こちら後で説明はしていきますけども、 城に対して砦、教会に対して礼拝堂。農場に対して風車。銀行に対して貯蔵庫と。それぞれ対応した建物が増えたと。それらの特徴を言うとですね。まず、砦は軍隊の能力アップと。礼拝堂については、ボードにアクショントークンというのを置いていきますけども、あれの数が増えると。それから風車の能力は、 建物を除去できると。建物を建てた VP とかっていうのはないんだけども、除去することによって効果は得られる。一番下の貯蔵庫は改良ができるということで、今まで改良しようとすると一回アクションをしゃがんでやんないといけなかったのが、建物を建てることで改良ができるという特徴があると。 このゲームの嫌だったところが建物を建てる効果でできるようになったっていうのは非常にいいですし、このアクショントークンを増やせるっていうのも非常に良いよねということで、オリジナルルールを損ねず面白さが増していると。一回しゃがんで改良っていうのは本当したくなかったんだけど、それが建物でできるっていうのはとっても良い。建物を建てるときなんですけど、 建物はですね、今までは中央のところに一つしか建物を建てることができなかったんですが、今回の拡張になることによって、2個建物が建てられると。で、2個建てる場合なんですけども、今まで通り中央の枠内には基本の建物を建ててるんですが、2個目を建てる場合は、必ず1個目に対応した建物じゃないといけない。と。 つまり、さっきのえ関連してるよって言ったのが、その話で。この二つの対応っていうのは、農場に対する風車ということで、農場があるところに風車を建てられる。複数建てることによって、今までは、それなりにエリアは広いんだけれども、一個しか建てれないから、建てるとそこは用がない。次行くんだけれども、 一個建てても、まだ、こちらの拡張建物が建てられるんで、で、拡張の方が効果が非常にいいじゃないですか。改良できるとか、アクショントークンが増えるとか、非常にいいので、二個建てたいよね、となります。でも、建ててばっかりいると敵も倒したいし、みたいなので、 どうするんだ先に行くのがいいのか建物を建てた方がいいのかっていうのが悩みどころですし、建物を複数建てようと思うと、当然建物のアイコンの効果を使って建物を建てるんだけれども、まあ大体建物を建てれば建物マスの建てられるアイコンの効果を使っちゃうんで、うわ、建てたくてもポイントがねえってなりがちなので、そのあたりが非常に悩ましいよと。複数建てたいけども、なかなか建てれない。 もう一個今の話に関連して言うと、基本の建物に対する拡張と。例えば、ここに建てようとすると、城に対する取り入れってなるんだけれども、誰の建物かっていうのは関係ないと。まあ、私が移動でここのマスに入れば、紫の建物があるところでも私が自分の緑の 砦を建てることはできると。これも非常に良い,いルールで、先にもうどんどん行くぜと、アクションで建設しちゃったから、次の建設のところにポイントが溜まるまで時間がかかるから、こんなところにいてらんねえと。だから先行くぜって言ったりすると、あ、空いてるんですか、ごっつぁんみたいに入れる、入られるっていうところもあるんで、そのあたりもどうすんねんっていうジレンマが非常に良いようになっていると。これは明らかに改善してるルールかなと思います。 拡張の建物を建てるときのコストなんですけど、 今、砦のところを見てると、コスト5。城を含む地域の場合3ってなってるんですけども、すでに城が建っているところに砦を建てると3でいいよということなんですが、それだけ聞くと、えじゃあ別に2軒目建てるときにコスト5ってどういうときやねんって話になるんですけども、何もないところに単独で拡張の建物を建てることは可能です。ただコストはちょっと高いよと。 上が単独で建てる場合、下が関連付けで建てる場合となっているので、城があるところに礼拝堂建てるとか、農場があるところに鳥で建てるみたいなのはできないんだけれども、建てるんだったら単独で建てるか、関連する建物のところだということになっております。ここは注意が必要です。必ず2軒目としてしか建てられないかっていうとそうではないと。ただ、若干コストがかかる。 なので、建てるんだったら何かの建物のクーポンというか安く建てれるんで、そういう形で建てれるんだったら建てたいよねということになっています。これが建設のルールだと。ここがもう大きな今回の特徴です。もう一つの特徴というのが他人のところに建てられる紫の手番ですけど、私のところに礼拝堂を建てた例ですけど、こういった形で他人のところにも建てられるよということになっとると。 ここの建設に関するところが一番の特徴で、もう一個大きな変更っていうのが影響タイルなんですけども、今までこんなタイルはありませんでしたと。これが影響力アクションで行うことがタイルを取る行為に変わったよと。以前は、例えば今5ポイント、上に今使えるポイントが出てるんだけども、ここにアクショントークが4つあると。 で、あと私が1個持続ボーナスが1あるんで5パワーと。今までこのアクションを選択したら単純に 5VP もらえるというだけのものでしたと。で、それが自分のいるところにある影響タイルを取れるようになったと。今5パワーありますけど、ここの場所で言うと単発プライチ。要は十字軍の効果として単発でプライチできる能力のタイルですと。 プラス 3VP だという効果になるんで、VP の量としては若干減ったりしてるんだけれども、それよりも何らかの効果を持たせてるという方がやっぱりいいでしょうと。で、あとこのタイルっていうのはゲーム終了時のマジョリティにもなっているので、戦略性のあるものになったと。だから単純に VP もらうんじゃなくて、狙い撃ちで、よし、あのタイル取るぞみたいなのもゲーム性が増しているところだと。 まあ、いろんな効果があって、7割ぐらいは単発効果なんだけれども、こういったところは永続ボーナスになっていると。で、永続ボーナスのやつは、下があの VP なんですけど、レベルが1から4まであって、レベル1のものはコスト3、レベル4のものはコストが6とか7とか。 上がったりしていますと。VP がレベル分もらえると。こうやったらレベル3なので 3VP 入ると。上が能力で下が VP を表していると。だからこの辺は改良できる能力になっているので、さっき建物でも改良はできたけれども、こちらの影響タイルでも改良を行うことになったとで。影響タイル取れる例もちょっとやってみたいと思いますけど、はい、今影響力アクションを選んで で、5ポイント。これを取ると、自分が取ったよということで、ここに紋章が置かれる。この紋章の意味っていうのは、移動力がマイナス1になる。トータルの移動力から1減らすことができるんで、単純に取ったっていうだけじゃなくて、移動力にも効果があるよと。このあたりもいいですね。タイル取ってタイルなくなったマジョリティだっていうだけじゃなくて、それが何らかの効果になっていると。 この影響力っていうのも VP にもなるし、効果にもなるし、移動力にもなるっていうことで、重要なアクションに格上げになったと言えるかと思います。まあ、あと、一番初めに各プレイヤーにランダムに配られる騎士団は何らかの特殊能力のものなんですけども、こちらも増えている。と4つ新しい騎士団が増えてるんですけど、具体的には説明はまたマニュアル等を見てもらえばいいんですが、これなんかは、 でっかいアクショントークンがあって、それが2倍の効果だよというものがあったりするんですけど、これは明らかにガイアで言えばタクロン人ンだなと。タクロン人ンしてる人はもうそれで説明以上みたいな感じかなと思うんですけども、そういう効果もあったりして面白いなというのが増えてくると。ってな感じで、基本的にはもう以上なんですよね。だからオリジナルの弱かったところを強化して、非常に戦略性のあるゲームに変わったと。 いう感じですね。もう本当に素晴らしいの一言になるかなと思います。だから、まあ明らかに今まで基本ゲームでとにかく何が辛かったかっていうはやはり影響力のアクション自体が選びたくないんですよね。だって VP もらうだけなんでインフラ整えないといけない時にはい 3VP みたいなことしたくないからどん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 ここにポイントがたまると。 で、いっぱい溜まってきたから仕方なくて打つか、もしくは改良アクションのお供というか改良するときに分配を行うことができるんだけども、だいたい影響力のところが選ばれて、そこからタイルを回していくと。とつまりやりたくないアクションのトークンを消化するために分配プラス影響力みたいなことになったんだけれども、今回タイルをいっぱいバリバリ取っていくことで、影響力が意味のあるアクションに格上げになったんで、 そういう意味で言うと、なおのこと、アップグレードのアクションをしたくないと。わざわざアクションを一回休んで改良したくないので、これらの影響力で改良の態度を取るとか、建物で貯蔵庫を建てて、で改良していくと。そういうプレイングに変わるのかなとは思っています。あえて改良アクションを選ぶのはもう、廃着になるぐらいかなと。 感じすらあるかなと。さすがにそれは言い過ぎだとは思うんですけど、やっぱり序盤、なかなか貯蔵庫建てるのって難しいので、序盤特にパワーがない時には、まあ一回ぐらいはするのはしゃあないかなと思うんですけど、極力影響力タイルか建物でまかなっていきたいかなと思います。まああと、建設の箇所が実質倍になっているので、ボード上は取りたい放題と、行きたい放題、どこでも行けますよと。 いう感じなので、今までみたいにとりあえず立てたら次行くしかないという理由で進んでいたのが、いやいや残ってもいいですよ。立ててもいいですよ。先行ってもいいですよ。それはあなたにお任せしますよとなっているところが選択肢が非常に増えてゲーム性が増していると。難しくなってるっちゃ難しくなってるんですけども、まあ、我々ゲーマー的にはもう明らかにこちらの方が戦略性が高いので、ぜひですね、こちらの拡張版で やってもらいたいというのは思います。ということで、これが Divine Influence インインというゲームの紹介でした。えー、アトクチャンネルでは、えー、ゲームの紹介からプレイ動画の方を主に扱ってます。もしこの動画がですね、面白かったとか、えー、ためになったと思っていただければですね、私のモチベーション向上のためにも、えー、いいねボタンからチャンネル登録の方をよろしくお願いします。はい、本日は以上となります。さよなら。